あいつりでは、おとり合いをより自然に近い状態で泳がせることが最も大切です。そのために水流の抵抗が少ない細い糸を使うことが多くなりました。しかし細い糸を使うと糸と糸との結束など仕掛け作りを間違うとトラブルの原因となります。近年開発された金属ラインやハイテクライン、そしてますます細くなったナイロン糸などは結束方法や仕掛け作りが特に大切です。操り歴30数年のキャリアを持ち、数々の大会で活躍した名手加竹茂が長年研究した最強の仕掛け作りを紹介します。ではこれから仕掛け作りの説明をします。最近のトモ釣りは超極細のナイロン糸やハイテクラインを使います。仕掛け作り一つ間違うとトラブルの原因になります。そこで長年の経験から一番強い仕掛け作りをこれから説明します。黒木ゆかです。私もあいつりは好きなんですが、仕掛け作りについては細かい点など全くと言っていいほど全然わからないんです。楽しい釣りは仕掛け作りかと言いますように、仕掛け作りの大事な部分をこれから説明します。そうですか。どうぞよろしくお願いします。これから、編み込みの基本を説明しますが、一本のここにナイロン板がございます、はい、ちょっとこれを一遍引っ張って切ってみてください、はい、なかなか切れませんね。ところがですね、ちょっとここに一つ結びを入れて引っ張ります。ちょっと引っ張ってください。簡単に切れますね。切れますね。ですからね、このナイロン板でも金属板でも 100% この結束力が強いためには、はい、こういう編み込みの基本が必要なんです。これちょっと見てください、はい、基本の中には本編み込み、片編み込み、縫い込み、三つ編み、こんな基本があるんです、はい、これをこれから作ってみます。はい、お願いします、はい、よろしく。ではこれから編み込みをしますが、最新式のスーパー編み込み機がございます、こういう便利なものができてますので、これを使って説明します。それでは本編み込みのをやってみます。まず分かりやすいように太いラインでお見せします。ラインを編み込み機に留めて、糸が滑らないように針に引っ掛けて留めます。そして右手を中、そして下で持ち替えても右手が中、右手のラインを中々にしていきます。ご覧ください。右手が中、下に回っても右手の中、これを繰り返します。強度を持たすために約15、6回やってみます。絶えず上になっても下になっても右手が中へ入ります。少しテンポ早めにやってみます。15、6回いきます。これだけいけば十分です。これが本編み込みです。では片編みをやってみます。まずとっくり止めをします。ギュッと締めます。そして回せば押さえ込む、回せば押さえ込む、回せば押さえ込む、これを繰り返します。必ずこれはラインの左側でやります。回せば押さえ込む、回せば押さえ込む、この時に大事なとこは
左手の糸をギュッと編んでいく方向の反対へ強く引っ張っておく。これがきつく編む方法です。回せば押さえ込む。その時にギュッと左手を締め込む。では縫い込みをやってみます。とっくりで位置を止めます。そして左手に作った中に右手に持った糸を入れます。ギュッと締めます。で返してまた中へ入れる、また中へ入れる。これを繰り返します。この方法が一番ラインに巻きつく方法です。最初の白い糸が本編み、真ん中の黄色い糸が片編み、そして最後のピンクが縫い込み、この3種類やってみました。では編み込んだ照明としてこのラインから糸を外してみます。はい、全部抜きました。そして1本折ってずっと両端引きます。で元のラインの1本になります。こうして編み込んだ、これが証拠なんです。では最後に三つ編みをやってみます。右手を中、はい、次に左手を中、はい、これを交互にやります。中、中入れる、はい、中入れる、はい、持ち替えながらこれを何回も繰り返します。この方法が、ハイテクなどの滑りやすいラインに適当してます。中入れる、また中入れる、これが三つ編み方法です。簡単にできますね。はい、これをね完全にマスターして今年はエイ釣りをしてください。はい、頑張ってみます。これを覚えるとね、簡単に金属糸も接続できます。そうですか、はい、では移動天井糸の作り方です。機械にラインをセットします。そして片方のラインに水長糸の接続のリリアンを入れておきます。それで糸止めに止めます。これでラインが止まりました。リリアンを通した方のラインに小さな目印を一つつけます。2回結んで、はい、小さくカットしておきます。これは天井糸の移動の方の糸が分かるように目印代わりです。次に根巻き糸を目印をつけた方のラインにとっくりで止めます。ちょっと止めます。そしてラインを糸止めから外して、これで本編みをします。右手が中、下でも右手が中、右手が中、絶えず右手が中です。これを上下で15、6回繰り返します。右手が絶えず中です。はい、これで1回止めます。そして下へ回して、もっと上で止めます。念のためにもう一度送ります。それで端を小さくカットします。戻り止めとして結び目にマニキュアを軽く止めておきます。これで出来上がりです。外します。
目印のついた一方の方がラインです。はい、ラインが伸びます。そしてこの天井糸の出来上がりです。意外と簡単にできるんですね。はい、この編み込みを覚えますとね、自分の好きな天井糸がどんどんできますね。あ、そうですか。楽しみですね。はい、目印の付け方に僕は4通り使ってるんですが、はい、一つは本結び方式と言いまして、これは革でも簡単にできます。これはしっかりと目印は止まります。でもう一つ、本編み片編みの方式、これは革ではちょっとしにくい点もありますが、これも完全にしっかりと止まります。で3番目の目抜き方式、これは簡単に作れますが、これを目印の水面近くの一番下につけますと水流に押されてですね、花冠の方へ移動しやすいですから、水面上の一番上に僕は目印これを使っております。で最後にですね、ポリ袋方式。ポリ袋方式って何ですか？このポリ袋方式といいますのは、これをつけますと、はい、水に濡れても変形はしませんし、水滴もつかないし、非常によく見えます。これは目の悪い人にもよく見えるし、大変便利です。あ、そうなんですか。目印の付け方です。ABC 目印の3色入りを使ってみます。まず本結び方式です。これはラインを真ん中にして輪を作り、そこに目印を2回巻きます。そしてずっと締め込みますと、ちょうど8の字のようにしてこうやって結びが入ります。で大きさは適当に切ってください。次に本編み片編み方式をしますが、今回は本編み方式でやってみます。目印を適当に長く切ります。長い目に切りまして、はい、編み込みます。握って中、右手を中、これを5、6回で止まります。はい、1回結びます。はい、念のために2回結びます。これで適当な長さにカットします。はい、これで出来上がりです。目抜き方式、とっくり状にとっくり結びですね。で目印を止めて、これは簡単ですね。適当に切ります。で次にポリ袋方式です。この袋は皆さんがスーパーで買い物されると入れてくれる袋です。ハサミを入れますと簡単に縦に破れていきます。これを適当な幅に切りまして、そばに置いておきます。まずこれを用意しておいて、次に根巻き糸を切ってラインにとっくり状で留めます。そして縫い込みで 3,4 回締めていただきます。そして先ほどのポリ袋をちょっとちぎれない程度に引っ張っておきます。そしてここで1回結びます。1回結びます。そして小さく適当に切っておきます。そして先ほどの編み込んだ方に押し込んでおいて、次に編み込みます。これも3回程度で止まると思います。
これで下で一回回して上で一回くくります。念のためにもう一回くくります。これで端をカットします。ポリ袋方式の目印の最大のいいところはこのように広げていきます。下の方を広げる。こうして目印の大きさを変えることができます。水に濡れてもこの形は変わりません。そして一方を切っておきます。こうしてしておきますと見にくいことはほとんどありません。あゆ釣りでただ一つの廃品利用なんですね。これがただ一つの価値ある利用ですね。細いナイロン糸の場合は 5,6 メートル使うことによりナイロンが伸びる弾力で切れることを防ぎます。黒木さん、戦後ナイロン糸と女性が強くなったと言われますが、黒木さんもですね。いえ、私はそんなことありませんけど、でもナイロン糸の方は細くなりましたし、強くもなりましたよね。その細いナイロン糸を強度を持たすために結びが大切なんです。ナイロン糸の結束です。細いラインを約20センチぐらい離して持ち、右手で小より状に揉みます。そして、爪楊枝に引っ掛けて一本の手に持ちます。そして離しますとほとんどよりがかかっております。こういう状態で次に太い方のラインを沿わします。沿えて八の字結びで留めます。八の字結びで止めます。そして、この結び目をいっぱい端の方に送ります。そして八の字結びを締めます。そしてもう一つ八の字結びで止めます。これは必ず2箇所作ってください。八の字結びで、そして止めます。そして爪楊枝に引っ掛けて、先ほどの結びの方へ結びが来るようにして、八の字結びしっかり締めます。で、こうして細いラインと結束ができたんですが、本線になるラインを手に巻いて、切断しないように手に巻いて、いらない部分をカットします。これで細いラインと太いラインの一応結束が終わりです。これ以上にさらに強い結びをするためには編み込みが一番よろしいです。金属ラインを使う場合はトラブルを防ぐため水中に入る 1.5 メートルだけを固定仕掛けにします。その上に金属ラインの3倍の太さのナイロン糸を 4,5 メートル接続することによりナイロンの伸びを利用しトラブルを防ぎます。またスケート部分は必ず20センチ取ることによりエビになった場合やタモズレで起こる金クの防止になります。私の父も金属ラインの愛用者なんですが、金属ラインの特徴は？特徴と一口言いますと、ナイロン糸より金属糸は数倍強いです。その上に水切りが大変いいんです。金属ラインの種類が大きく分けて3つあります。1つはタングステンの7本より。この糸は1本の糸で一番強いです。2番目にチタンニッケル合金の単線ラインは伸び縮みして金クになりにくいという
利点があります。3つ目に高分子のハイテクライン、これは最近多く出ています。混合ラインで大変強い糸も出ています。僕は金属ラインを有効に使うために、しかもトラブルのできるだけ少ないために、水中の部分だけ約 1.5 メートル使っております。ナイロン糸は金属糸かける3倍、すなわち 0.15 の金属糸なら 0.35 のナイロン糸で留めるという。私は4メートルも5メートルも金属ラインを使ってやってましたので、トラブルが多かったんですよ。今年からは片竹さんの方式で水中下の 1.5 メートルぐらいにしてやってみたいと思います。有効に使ってください。はい。金属糸の結び方です。金属糸をセットします。とっくりにナイロン糸をつけますが、ナイロン糸の太さに対する、金属糸の、合数は金属糸の約3倍の太さを使ってください。こうして本編みを5回繰り返します。5回で一応そこまでに接着剤を受け皿に入れて、そして少量5回編み込んだ上に接着剤をつけます。でこれで片方のナイロン糸を糸止めに留めます。そして真ん中の金属ラインを外します。外してセンターにナイロン糸をセットします。そして次に金属糸とナイロン糸と5回本編みします。5回繰り返します。次に糸止めにナイロン糸をセットしまして、一方のナイロン糸を金属糸と絡ませます。これが5回繰り返します。これによって金属糸とナイロン糸2本ともに本編みができたということです。それでここで止めます。1回止めて回してもう1回結びます。もう1回念のために結んで止めます。そして2本のいらない分をカットします。これでナイロン糸と金属糸の結束は終わりです。ハイテクラインの場合も 1.5 メートル取り、ナイロン糸を 4,5 メートル接続します。ハイテクラインって最近よく耳にしますが、ハイテクラインの特徴は？ハイテクラインとは、申しますと、瞬間接着剤がつかない。その上に、編み込んでも糸が滑って扱いにくい。ところが、この単線では一番強いです。黒木さん、これはハイテクラインの 0.25 です。はい。ペン切ってください。はい。切れないですね。手の方が切れそうです。そうでしょ。これがね、一つ、ここに結び目を入れてみます。はい、これで一遍引っ張ってみてください。結び目があって、簡単に切れますね。簡単に切れますね。ですからね、このハイテクラインの結び方が大事なんです。それを今からやってみます。はい、お願いします。はい、ハイテクラインとナイロン糸の接続をします。まずとっくりに糸を留めます。そして本編みで編んでいきます。これを粗く編みます。ハイテクに絡めるように
長く編んでいきます。この編み方は回数もさることながら、8の字結びを2個しますので、その8の字結びができる範囲に長く取っておくのが後の仕事がしやすいです。粗く長く編んでいきます。本紙で長く、そして編んだところに、絡めたところに接着剤を留めます。これでハイテクを外して3本同時に適当なところでカットします。でこれに次は付け糸をこの部分に接続します。寄せ合って8の字結びでまず1回留めます。8の字結びで留めて、この結び目を先端まで爪楊枝に引っ掛けて送ります。そしてギュッと締め込みます。そして次にもう一個八の字結びを作ります。この場合必ず2個八の字結びを作ります。同じく爪楊枝に引っ掛けて最初の結び目の近いところへ送ります。そしてギュッと締めます。そしてアロンをつけます。でいらないところをカットします。これで出来上がりですが、ハイテクラインの場合は下と上と上下2箇所必ずこの結び方が必要です。最近ワンタッチ花冠はたくさん種類が出てますけども、どこをポイントにワンタッチを選んだらよろしいんでしょうか。黒木さん、この花冠を見てください。はい、僕は一番好きな花冠です。これがね、はい、この先端がね、上向いて、かけばれですね。はい、間合いはかかってるけど、引き抜いてみると踊りはいないと。こういう、これがね、横向いてるとそういう現象が起きますね。はい、この特徴は上向いてますね。逃げないんです。あ、もう一つね、この中についております、スプリングですね。はい、これ樹脂のスプリングで非常にしなやかなんです。見てください。はい、しなやかです。これ通りやすいですね。ああ、はい。これで鼻に優しいんです。最近は我々の仲間も皆この花冠を使ってます。移動花冠の作り方です。移動花冠を編み込むまでにナイロン糸を花冠の小さな穴に通し、花冠をくぐらすととっくり状に止まります。そして結び目を八の字結びで作ります。そしてずっと爪楊枝に引っ掛けて約5ミリ程度まで送り込んで止めます。今回は面白いやり方を見せます。ガムテープを少し切り、円形にカットしていきます。いきます。丸く切っていきます。
これに、これは鼻管を編み込むときに糸絡みを止めるために鼻管に貼り付けます。鼻管にガムテープの丸いのを貼り付けます。これで糸絡みは止まります。そこで編み込んでいきますが、滑り止めの針を引っ掛けて約結び目から10ミリ程度離して、本編みでも片編みでも結構ですが、今回は片編みでやってみます。片編みで片方を7回編みます。そして鼻管を越してからまた7回編みつけます。片編みです。7回編みつけて、はい、結びます。もう一度下へ回して、もう一回上でくくります。この時に2本の糸を分けてぐーっと引きますと、結びは一番下まで折ります。そこでいらないところをカットして、そしてほつれ防止にマネキアをつけておきます。これで移動鼻管の完成です。ハリスに逆針の付け方を説明します。針が小さいので爪楊枝を逆針に見立ててくくってみます。まずナイロン糸をハリスをですね一回結びます。結び目の中に針の血元を入れます。入れてギュッと締めます。そして少しだけ伸ばしてあとカットしておきます。これに根巻き糸を適当に巻き込みます。巻き込みまして、それで先を残したハリスをぐっと針先の方へ倒して、その上を針先の方へと奥へ奥へと巻き込みます。適当に巻きましたら糸止めを2回ぐらい繰り返します。2回ぐらい繰り返します。そしていらない部分をカットします。これで巻けたところに接着剤で留めます。で、こうしておきますと大きな鮎でも外れることはございません。小さい鮎でもいけます。では逆針をくくってみます。一回ハリスを結びます。結びの中に逆針を入れます。ギュッと力強く締めます。そして針先の方と糸を持って一方の端を少し残してカットします。そしてその上に根巻き糸を適当に巻き込みます。次に使
少し残したハリスを針先の方へ寝かします。そしてその上を寝巻き糸で適当に針先の方へと巻きます。巻きましたら接着剤で留めます。でその後2回ぐらい戻り防止に寝巻き糸を留めます。もう一回留めます。これで寝巻き糸をカットします。で一方の折り返した小さな方も寝巻き糸も先端を切って揃えます。折り返した方のハリスも切っておきます。念のために接着剤をもう一度つけて留めます。でこれで完成です。次にハリスを自動ハリスに留める方法をします。このスーパー FA フックの中にビニールパイプが入っております。これを約4ミリ程度カットします。その中にハリスを差し込んでおきます。差し込みます。次に逆針についております自動ハリスに引っ掛けるんですが、この時掛け針の長さをもうあらかじめ調節して引っ掛けます。そして裏側から1回止めます。そしてもう1回止めて、これで2回止めです。これによって大きな30センチのアイムがかかってもここから飛ぶことはございません。そして最後にこのビニールパイプを下からギュッと押し込んでおきます。これで外れることはございません。まっすぐにハリスは伸びます。では鼻管周りができましたところで、大変便利な針ケースを紹介します。プロスペシャルという針ケースです。5つの機能を持つという、透明なキャップを開けて、このように鼻管も自動ハリスも全部収納できます。きれいにセットできます。このように予備を作っておきます。そしてまだ開いたところに目印の予備も巻くことができます。このように予備も巻いておきます。予備ができました。で位置をセットしてしまっておきます。そして次に3本いかり4本いかりの止めるところ、その次に、背張りをこのようにかけておけるという。そしてこの針を取りますと中に、裏表で8箇所巻き取りがついております。逆針を4つのコーナーの一端に引っ掛けて、鼻管も中間のくぼみに入れて外側の溝の方へと出し、外側の溝に巻いていきます。ワイヤーの場合、金属糸の場合はこうして巻くのが一番無難です。ずっと巻いていきました。で巻き終わりがちょうど1番の番号のところへ引っ掛けます。で1番の番号のところに来ないときは寝巻き糸を足してでも
一番のところに必ず入れてください。これは後で 何組も入れたとき、戻すときは逆の番号から順番に届き出すための番号なんです。それでは最後の機能の糸巻きです。この糸巻きは表に逆針止めがついております。裏はマグネットです。逆針の方から止めていきます。逆針が止まりますと、裏のマグネットの方に花杆がしっかりとつきます。そして巻き取ります。これは移動するとき、あるいは金属糸の濡れた状態のまま、糸巻きに巻くより、この糸巻きの方が非常に便利です。最後に、巻いた糸の表示が出てくるようになっております。このシールを、例えば01701をめくって、その糸の番号のところに貼り付けます。これで次移動した時でもすぐに自分の思う号数が取り出せます。このように表にも表示できます。これは使う針の号数ですね。このようにシールを貼ります。これこうなっておりますと大変便利です。何型の何号はっきり分かります。ではナイロン糸の節の作り方をします。一回結びます。これを爪楊枝に引っ掛けて右でも左でも移動することができます。そして思うところで締め込むことができます。次に八の字結びの作り方です。八の字結びに結びます。そして爪楊枝に引っ掛けます。そして小さな乳輪を作ろうと思えば、手前に糸を引きながら一方の手で爪楊枝で手前の穴を引っ張ります。そして小さな乳輪ができるということです。手前で八の字結びを作って爪楊枝に引っ掛け、そして最初の結びの方へと移動さすのにもう一本の爪楊枝を使って接近させます。このように編み機の爪楊枝の便利さがあるんです。これで小さな乳輪が出来上がります。いろいろな針が出てますが、どのような針を使ったらいいのか迷ってしまいますが、黒木さん、このイラストを見てください。大きく分けて、はい、早上げタイプと、狐型タイプと、2種類に分けられます。はい、これ同じ針の大きさでも、早上げタイプは、針先から地元まで8ミリあります。はい、狐型の方は、針先から地元まで6ミリと、はい、懐が大きいだけ早くかかります。うん、ところが、早上げの早バレと言われますように、バレも多いんです。あ、そうなんですか。初期の頃のアイツリーには、ただし引き抜きする方にはこの針は適当やと思います。キツネの方が、はい、早掛けの方が適当です。これ一方キツネ型は針先が鋭く伸びてますので、食い込みはきついしバレは少ない引き寄せタイプですね。で後半になりますと歩が大きくなりますから、はい、キツネ型のタイプの方が有利です。黒木さん、はい、この針って見てください。はい、このように針の軸の長い種類と、はい、このように短いタイプと2つありますね。はい、
これがね、どのようにの藍を捕まえるか、はい、食い込みの問題ですから見てください。これ2本こうかけますね、はい、この地元をですね、糸を引っ張りますと、短いタイプは糸と針との角度がきついですね、はい、こちらの軸長の方はやや斜めになってますね。浅いですね、はい、浅い。これがですね、背中を流れるように引っ掛けるタイプと、こちらの方の短い方はなおかつ食い込もうとするんですね。この違いがあるんです。ですからできるだけですね、短い方の軸を使ってみてください。はい。ところで、かけばれってよくありますけども、どういった原因でかけばれは起こるんでしょうか？最近の藍は、はい、老いが非常に鈍いです、はい、ですから、川肌を軽くすくって、うん、深く刺さないということですね。それで実が切れて外れたり、そしてまたこういう現象も起こるんです。一遍ちょっとこれ見てください。これですね、はい、ちょっとこれ地元を引っ張ってください。ここですか？はい、軸を結構伸びますね。やばいですね。これはね、こういう現象はちょっと藍が大きくなりますとね、はい、伸びるんです。藍が伸びて逃げてしまうんです、そして逃げた後また元へ藍が戻ってますね、こういうような現象がね起きるんです。こちらは中央ですけど、同じようなことをやってみてください、これもやっぱり伸びますね、伸びますね。これは中央なんですけど、やはり藍は25、6センチ以上になってきますとね、中央だから大丈夫ということはないんです。あ、そしてそういう、あまり大きな藍がかかりますとね、こういう現象が起きるんです。はい、私たち女性が針を巻くのはちょっと難しいんですけども、どのようにしたら綺麗に巻けるんでしょうか？最近はね、こんないい機械ができてるんです。はい、これ針巻き A1 っていう機械なんですけども、簡単で早くて、しかも結束力がガッと強いんです。そうなんですか。はい、それではこれだと私にも簡単に巻きます。簡単に巻きます。それでは今からやってみます。はい、お願いします。はい、金属ラインは7本よりで結束されております。奇数でセンターが出ております。これを3本以下の場合、ハリスが上に乗ります。1本の針がその上に乗ります。この場合ぐらついてすっぽ抜きの原因になりますので、僕は完全結束をやります。4本以下の場合、5本でセンターになる関係で真ん中になります。これから針を巻きますが、その前にこの機械の最大の特徴を見ていただきましょう。キャッチにマッチの線香をかまし、根巻き糸を引っ掛けて巻きます。この結束力の良さを見てください。一列に食い込むように巻いております。このように固く締まります。では3本いかりを作ります。キャップを外して3本チャックを入れます。それで針ホルダーに針を順序よく3本入れます。3本入りました。それでチャックにはめ込みます。で強く締めます。これで3本掴んでおりますね。それで根巻き糸を引っ掛けて、ハリスを中へ差し込みます。そして内側から外へと軽く巻き、中へ巻き込む時は力強く巻きます。順序よく一列に巻いております。
最後にパチパチと針先を叩いておりますが、ここまできっちりと巻けます。そして最後に接着をします。これで寝巻き糸は完全に止まっております。寝巻き糸の端を一回針にかけておきます。それで寝巻き糸をカットして、はい、出来上がりです。このように簡単に巻けます。次に4本いかりを結びます。チャックを変えます。針ホルダーに4本順調よく入れます。4本も順調よく入れます。4本入りました。これでチャックにはめ込みます。強く締めます。ホルダーを取ってキャッチは完了です。寝巻き糸を引っ掛けて4本いかりの中にセンターに針巣を入れます。センターに貼りました。さあ巻きます。外側へ巻いて徐々に中へ巻いていきます。針先に当たっております。ここまでしっかりと巻けます。そこで接着します。これでホルダーから外します。そこで普通はとっくり掛けで飛べるんですが、この機械で巻きますと非常に結束力が強いため、股掛けで1回で止まります。それで寝巻き糸をカットして、はい、出来上がりです。4本以下にきれいに巻けました。さあ針が巻けました。そこでストックダブルに収納します。両面で180本収納することができます。両面で180本です、はい、では明日からいい釣りをしてください。ここで大変便利な商品が大根工業から出ております。紹介します。アユダオキャップ F1 と申しまして、これから場所を変わろうとするとき、変えるときなど大変便利です。このキャップの中にあります糸巻きを出します。ゴムのリングを溝にはめ込みます。もう一つ手前の溝にはめ込みます。これでキャップが出来上がりです。で、この糸巻きに釣り場を変わる時だろう、針だけ外して、あとはずっとこのように糸巻きに巻いていきます。そして穂先まで巻きましたら、糸巻きをキャップの中に入れます。この糸は外すことなくここへ収めます。これで明日の釣りも、あるいは場所を変わってもパラパラパラッとすぐ外せて大変便利です。このボートはひっくり返っても起き上がる自動反転方式を採用しています。流れを知り尽くした新設計のアイツリー用ボート DX、 スーパーアユカ。高性能エアレーションバブルで
おとりが長持ちします。おとり選びに便利なタモつき。一番元気なおとりをさっと救えます。急な流れにも流されない安心なおもりセットがついています。機能で差をつけるスーパーアユカンシリーズ。アユ釣りでは仕掛けが重要です。ご覧いただきましたようにいろいろな方法がありますが、釣れるアユの大きさや川の状況に合わせて作ってください。このビデオを参考に自分自身の素晴らしいオリジナル仕掛けを作るのもアユ釣りの大きな楽しみです。